皆さんこんばんは。せーの、 AKB48 18期練習生です。イエーイ、始まりました。カスミンから自己紹介お願いします。私の名前はと聞いたらカスミンって言ってください。オッケーあなたのハートをパースミン。私の名前はカースミン。ありがとうございます。笑顔大くまかちゃんポイント、大分県出身19歳のカスミンこと工藤カスミンです。よろしくお願いします。カスミン、はい、私が任せなと言ったらさえと言ってください。はい、みんなの心を彩りたい、笑顔なら私に任せな、さえ。ありがとうございます。東京都出身19歳の新井さえです。やはーいはい、夢の中でもみんなのアイドル、夢でも一緒だよ。埼玉県出身18歳、夢みんこと佐久間夢です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今週はなんとハロウィンモードです。やったー。じゃあかすみんからどんなカスプレ、コスプレをしてるか。え、これって何なんだろう。くるくるしてください。ここ何なんだろう。くるくるしてください。これ何なんですかね。ドン、わ、何だろう、何だろう。あ、尻尾が生えてる尻尾が生えてる、かわいい、かわいい。これ何ですか。猫、キツネ、キツネ、キツネの教師。新しい ね、かわいい、かわいい、似合ってる、最高。スクショ、スクショタイムです。スクショタイム、はい、こんな感じです。かわいい、かわいい。じゃあ、はい、さえちゃま。じゃあ私はさえちゃまは何なんだろう。さえちゃま何なんだろう。さえちゃま何だろう。さえちゃまはこちらです。おっと、おおおおお探偵、はい、探偵、探偵、任せなさいってことで探偵にしました。どういうこと、どういうこと。関係なく事件の解決なら任せなさいです。なるほどね、すごい、かわいい、かわいい。正直探偵だよ人に、ね、え、そう、みんなにさ、何にしたって言われて、探偵とかさえちゃん探偵って言って、めっちゃ笑われた。探偵一番ちょっと選択肢なかったかも。え、かわいいじゃん私もちょっとカスミンと同じになった、ね、たまたまなんですけどね。すごい、かわいいね。キャー、かわいい、かわいい、似合うね、ゆめみも。かわいい踊ってる。お、スクショタイム、スクショタイム、いい感じ。かわいいですね、みんな。かわいい、近いし、なんか、うん、いい感じのバランスなんじゃない。確かに挟まれて、なんかあれ、探偵の一番すごい人で、うん、その助手みたいな。あどういうこと。匂いで探す系。助手、ああなるほどね、うん、今日助手でやらせて。ありがとう、よろしくお願いします。お願いします。そしてタイトルコールに行きたいと思います。はい、いちかばちかで全力一発ルーム。イエーイ。この番組は AKB48 18期研究生がいろんな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブも配信中です。見逃した方やもう一度見たいという方はぜひアーカイブもご覧ください。はい、お願いします。そしてアーカイブで見ている皆さん、普段は毎週火曜日18時からショールームで生配信をしています。こちらにもぜひご参加ください。はい、はい、そしてショールームの番組参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。はい、皆さんのポイントが多いほどキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。はい、はい、コメント読んでいきたいと思います。まあ、皆さんどうでしょうか、コスプレ。結構、うん、こんながっつり、確かになかなか見ないですよね、こんなする機会あんまないから。確かにお話し会とかで言ったらするかもしれないけど、うん、今月ないですからね。確かに。お菓子くださいだって。え、考えとこう。やだとあるアイドルファンさんからクマパフェ、ありがとうございます。ありがとうございます。クマ
もありがとうございます。嬉しいです。可愛すぎて困った。困った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 。ありがとうございます。解決ぞろり懐かしい、ね、解決ぞろりねですけども、はい、そうじゃん。せやかて工藤を差し置いて私が名探偵になってるわ。せやかて新井です。せやかて新井ありがとうございます。はい、はい、番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認していきたいと思います。はい、せーの、3位、ゆきおさん、ありがとうございま す。せーの、2位、ドイツメロンパンさん、ありがとうございます。せーの、1位、とあるアイドルファイさん、ありがとうございます。ありがとうございま す。今日はね、はい、あれだよね、んえ、これあるんだよね。そうなんですよ。本当だ。そして本日はランキング上位3名の方に本日の出演者ランキングサイン入りチケをプレゼントします。そしてエンディングでのランキングが対象となりますので、すごい、お願いいたします。そう、今日はこのレアチェキが手に入っちゃうっていうことです、はい、皆さんぜひ頑張ってください。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要で、はい、アカウント登録してないよって方も登録してコメントやアイテムのご参加していただけるととても嬉しいです。嬉しいです。お願いします。じゃあ拡散してもらいやすいようにスクショタイムしちゃいますか。はい、どれだ。今日は私が書きました、うん、ありがとう。よし、あ、これじゃなくて、あ、これじゃなくて、これこれ、おはい、お、なんかイラストが書いてある、すごい、それ、あ、何ですか。10秒カウントダウンするんだよね。そうだよね。だからカウントダウンします。はい、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。一発ルームでぜひ拡散お願いします。お願いします。 X でのポストはハッシュタグ一発ルームです。お願いします。ナーラブさんからスペシャルギフトしています。ありがとう。スペシャルギフトありがとうございます。なんだろう、すごい嬉しい。スペシャルギフト、ハロウィンだ。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。じゃあここで先週からのオープニングトークのお題が来ているので見ていきたいと思います。お願いします。お願いします。ヤッホー、見てますか。ヤッホー。今週の配信は私成田小日向と山口ゆいちと久保ひなのにゃんでした。はい、じゃあひなちゃん、はい、お願いします。はい、ズバリハロウィンが近づいて仮装もしていますが、うん、みんながトリックオアトリートしたい欲しいお菓子は何ですか。なんだというお題です。ぜひぜひみんないっぱい喋ってね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。さえちゃん何着てるの。カルディです。はい、ちょっと癖強で何言ってるか分からなかったんですけど、お菓子もらえたお菓子、欲しいお菓子、ハロウィンでもらえたお菓子 ね。チョコ、チョコが好きです。チョコ好きなんだ。うん、私チョコ苦手。え、珍しい。なんかさ、チョコ選ばなくない？普通に買い物してて。めっちゃチョコ選ぶ。え、ごめん。え、私はポテトとかのさ、ポテチ。あ、びっくりした。あの、ポテチとか、うん、ピザポテトとかめっちゃ好き。あ、そうなのね。そう、スナック系が好きです。あ、盛り上げてくんない？なんかさ、あんま共感できなかった。ハロウィンはなんかハロウィンの柄が書いてるお菓子、うん、なんかパッケージにめっちゃハロウィンが書いてある謎のお菓子とか。え、期間限定のが好きなの？期間限定か分かんないけど、だってハロウィンパッケージって期間限定じゃない？なんか中身は一緒でも、中身一緒なんだけど見た目だけ違うとかあるじゃん。パッケージがついてるだと、そんなのあるの？え、ある？あるよね。え、全然分かんない、ね、なんかそういうのだとやっぱめっちゃハロウィンを感じてすごい好きなので。分かる。ハロウィンのこと言えばよかったな。え、何の話？何の話？え、ハロウィンね、あの、うん、お菓子もしもらえるなら何が欲しいのかと思ってた。うん、そういう解釈しちゃったっていう。そういうことね。何でも嬉しい。確かに。なるほどね。いや、同じも嬉しい。はい。うん、じゃあ来週のメッセージはエンディングでお話
しまう。ごめん。全然。そういうことだよね。うん、はい。はい、ここからは。ここから今週はハロウィンのショールーム特別企画です。イエーイ。ハロウィンはカラオケで盛り上がろう。そうなんだ。え、ハロウィンってカラオケで盛り上がるイベントだっけ。そうらしいんですけど、メンバーがさ、ハロウィンは何するのいつも。ハロウィン、ごめんだけど何もしてない。小学生の時はみんなで仮装したり、お菓子、それこそお菓子交換とかしてた。でも私も高校が私服だったんだけど、うん、ハロウィンの日は仮装してきてる人も結構いた。すっごっ。そう、学校にみんなお菓子とかも全然 OK だったから、交換したりしてました。楽しそう。ハロウィンは何もしないかも。トリックアトリートは家でゴロゴロする。じゃあ今日はカラオケで盛り上がっちゃいましょう。盛り上がっちゃおう。メンバーがセラシクとした一曲でハロウィンをみんな盛り上げようということでスペシャル企画となっております。はい、歌唱は時間の都合でワンコーラスとなってしまいますが、皆さん楽しみましょう。楽しもう。そして今回の歌唱で使用する音源はダムさんのカラオケ音源を使用させていただきます。第一交渉交渉さん、ありがとう、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。じゃあ早速行っちゃいますか。はい、はい、え、これ誰か行くとか決めてないよね。ね、じゃあ私から行こうか。え、いい の最初で。うん、ありがとう。やだ。いや、全然わかんない。じゃあ一番に行きます。いい、盛り上がるもんね、カスミンの。そうだよね、だってハロウィンだもん。確かにハロウィンっぽいかも。うん、一番3人の中ではハロウィンっぽい。そうね。さあ、じゃあかすみんは何を歌ってくれるんですか。頑張るね。何を歌ってくれるんですか。あ、言わないといけないのか。あ、言わなくてもいいんだって。言わなくていいよ。まあ、これじゃあ何を最初で言うから大丈夫。楽しみだわ。楽しみ。それでは、どうぞ。妖怪体操第一、ウィース。妖怪出るけん出られんけん、よでる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 、妖怪出るけん出られんけん、ラーリラーリ仲間にラーリ友達大事、妖怪妖怪妖怪ウォッチッチ、カイカイキキクイクイキキクイクイ、妖怪ウォッチッチ。ありがとう。今日は朝から寝坊をした、夢の中どうして朝は眠いんだ、どうして朝は眠いんだ、ドワーハーハー。妖怪のせいなのね、そうなのね。ウォッチ、今何時？1時。ウィース。よでる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 、妖怪出るけん出られんけん、よでる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 、妖怪出るけん、たまにラーリ友達大事、妖怪妖怪妖怪ウォッチッチ、カイカイキキクイケンケンコイコイ、妖怪ウォッチッチ。ありがとうございました。すごい楽しい。みんながね、世代ですから知ってますからね。めっちゃ盛り上がった、ね、ちょっと声出ていいんじゃない。最初よかった。はい、すごい。疲れてない、大丈夫。疲れた。ちょっと疲れちゃった、ね、盛り上がって、ね、うん、でもすごい1曲目から盛り上がってよかったよ。ありがとう。元気出た、すごい、うん、どうだった歌ってみて。なんかすごいなんか友達になりました、妖怪と。妖怪とね、うん、あ、そういうゲームです。そうなんだ。へえー、よかった。はい、ね、適当すぎない。適当すぎない。そうなんだね、うん、はい、開いてるね。確かに、うん、確かに確かに。どっち行こうかな、さえちゃんと。どっちでもいいよ、どっちから行く。じゃあゆめみん行っちゃいます。あ、オッケー。じゃあゆめみん行ってもらって、ゆめみん行きます。何の歌を歌ってくれるのかな。やっぱね、冬に近いからね。どういうこと。なんかそっち系なんじゃない。何、胸どうした。私は塔の上のラプンツェルの自由への扉を歌いたいと思います。
今日もいつもと同じ朝、ほうきで掃除をした後、モップをかけて床を磨く、洗濯して仕事は終わり、お気に入りの本を読んで、部屋の壁に絵を描いたり、ギター編み物料理をするの、変わらない毎日。もっと聞きたかった。なんか体力可愛かったよ。なんかあんまりいつもより緊張しなかったかもしれない。よかった。すごい気持ちよく歌えてたと思う、ね。すごい素敵だった。素敵でした。ちょっとお水いただきます。はい。じゃあ次行っちゃおうかな。探偵行きます。ちょっと私は全然ハロウィンに関係ないかもしれない。あ、そうなんだ。本当に？そう。じゃあファンの人への気持ちって感じかな。そういうことは皆さんへの気持ちを。なるほどね。なんか結構楽しい、みんな世代のね、ドンピシャ。はい、私はこれは曲名言う？言っていいよ、うん、あ、じゃあ好きな人がいること。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私は先の返事もいつとしたい。どうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかりでも泣いて笑って少しずつ進むの。もし5分前に戻れるなら素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。今夜は涙で溢れても明日は優しいその手に触れるまでずっとあなたの夢を見てる。今夜はおやすみ目を閉じるよ。ルル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 ルいい曲だわ。なんかいい曲恋しちゃったかも。え、誰に？そんなの一人しかいないよ。え、でもなんか謎が解けたって感じだった ね。謎が解けた、うん、いい。そう、すごい鑑定だからよかった。キュンキュンした。可愛 い曲だよね。うん、可愛い曲、嬉しかったです。似合ってた。本当嬉しい、ありがとう。楽しかった。はい、やった、はい。次回の一発ルームは誰が何を歌うのでしょうか。あ、メンバー発表へごめんなさい。メンバー発表はエンディングで発表します。はい、エンディングお楽しみに。以上、ハロウィンはカラオケで盛り上がろうでした。イエーイ、盛り上がったね。盛り上がった、うん、楽しかった。いい感じに盛り上がりましたね。楽しくなっちゃいましたけど、うん、はい、ここからはこの企画に行きたいと思います、はい、おー、なんだ。はい、ここからはこの企画、トリックアトリート、一発嘘つきは誰誰ハロウィンにちなんでトークゲーム企画をお送りします。やったー。テロップに表示されるトークテーマについてトランプを引いてジョーカーだった人は嘘をつかなければいけません。やだよ。最後に誰がジョーカーを引いたのか投票で当てていただきたいと思います。はい、する。はい、じゃあトランプ引いて決めるんだね、はい、え、私嘘つくの苦手。嘘つくなし嘘つくなし私嘘つくの苦手だから。本当？本当に頑張るね。頑張る。私も嘘つくの苦手。嘘つけじゃあ引く、うん、
聞けますか。はい。なんか切る、うん。ドキドキのね、面白いね。人狼ゲームってこと？そうだね。どれがいい？じゃあ私一番右。じゃあセンター。じゃあ見ます。せーの。ああはいはいはい。はいはい。はい、私ね、うん、違ったよ。え、もうこれが怪しい。これが怪しい。じゃあトークテーマ。あ、お願いします。私の自慢話。自慢話ね。何それ。なんだろうね。自慢話か。何かな。自慢ね。なんかあるかな。結構自慢すること多くて難しい。はい、二重跳びが飛べます。うん、は？私の自慢は二重跳びが100回飛べます。本当？え、バレバレじゃない？大丈夫？本当だよ、本当。絶対嘘だと思う。本当。100回だよ。休みなしで？うん、もうずっと100回飛び続けられます。はい。嘘だよ。本当です。え、本当です。自慢話ね、難しいね。でも、うん、私。うん、カレー作れます。自慢？自慢？当たり前じゃない？これは本当だね。でもカレー作れます。カレー作れないわけはないから。え、みんな作れるのじゃ。作れるよ、余裕で。言え、レシピ見ずに？そう、カレールーも使わずに。いや、それを使うよ。一からルーは使うけど。え、カレールー使うんかい。え、カレー使ったらね。え、なんかトマト、トマトジュースとかさ、あの、ちょっとレシピ見ずにね。カレールーは入れただけだもん。え、カレールー入れたら。でもさ、作れるじゃん。作れないよ。作れる。売れるよ。え、ちょっと気まず。なんか、はい。はい。私今年スマホを5回壊しました。嘘だ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 。聞いたことないもん、そんなの。え、しかも、え、嘘だ。壊すんよ。え、待って。ゆみさん、よく水没させちゃうの、携帯を。だから、それはひなのだよ。え、私ひなのよ。携帯壊すのはひなのなの。壊すってどういうこと？もう買い替えたってこと？買い替えた。なんか水没したし。はい、嘘です。え、水没してさ、うん、まず一回じゃん、うん、で、これ水没を何回も繰り返しちゃって修理出したのね、うん、でもそれでも直んなかったからいっぱい交換したのよ。嘘。なんで嘘つかないといけないの？私以外多分みんな信じれないと思う。いや、こうやってるかすみんが怪しい。だって、うん、かすみんの作った麻婆豆腐でゆめみはお腹壊してるもんね。そうだよ。だから信用してないよ、料理面に関しては。いや、だからカレーももしかしたら作れない。料理面に関しては作れるけど、お腹壊すかどうかは別じゃん。うーん作れるのよ、それは。うん、じゃあお腹壊す。待って、2人ともなんか嘘っぽい。嘘じゃん。本当だよ、私は。分からん。え、じゃあ、さえちゃん誰だと思う？夢見かな。夢見は？さえちゃんかな。だ、さ、なんか、え、うちにかかってるこれ。イメージないか。ちょっとみんなの意見聞かせて。じゃあ投票始めますか？え、投票、そうですね。そっか、これ私たちが当てるわけじゃなくて投票で。あ、え、そうなの？そうだ。そうだよ。話聞いてた？ごめん。じゃあみんなで騙すっていうことかも。え、何？じゃあみんなで騙しちゃおう。みんなで騙しちゃおう。じゃあ私のスマホが5回壊れたって思った方は1に。が嘘だと思った方は1に投票してください。はい、私が二重跳び100回跳べるが嘘だと思う方は2に。はい、私のカレーを作れるが嘘だと思う方は3に入れてください。嘘だと思う。誰だ？え、絶対さ。投票スタートー。え、誰だ？私は夢見だと思う。そんなことないよ。私も夢見だと思うな。難しいもん。難しすぎる。みんないい塩梅じゃない？みんなじゃないか、うん、どうだろうね。3が多いとカレー作れないってことだって。作れない、ね、え、作れるよ、みんな信じて。さすがにね。でも自慢じゃなくない？カレー作れるって。なんで自慢でしょ、うん、料理ができるってことだよ。え、できるもん、誰でも。じゃあレシピ見ずにできますか？だってカレーの、だってカレーのルーに使うなんだもん。だってさ、カレーのルー、だ、そう、カレーでもレシピ見るくない？
じゃあ投票締め切りまで5、4、3、2、1終了。さあどれが多いのかしら。どれだ。あ、僅差だ。僅差だ。僅差で1番。36.5% の私の自慢が嘘になりました。イエーイ、泣いちゃう。でじゃあ結果発表しますか。これはそうですね、トランプを見せるんだ。ジョーカーの人が嘘ついてます、ね、はい、せーの、じゃーん。お、見えない。あー、やっぱりね。キャー、やっぱりね。でもスマホ3回くらい壊しました。へー、判断しにくいけど、逆にいっぱい壊しすぎて才能あるかなと思って話したけど、うん、そうなんだ。すごい。でも3回も壊したんだ。すごいね。すごい。じゃあでも、うん、さえちゃん嘘をつくのうまいね。嘘じゃない。うち本当だよ。嘘じゃないよ。本当だよ。さえちゃん嘘じゃない、ね、本当にできるの。そう、その塩梅がうまい。そう、二重跳びが得意で、うん、あの1分で100回ぐらいなんですよ。初めて知った。そうなので、1分ぐらい飛び続けられるので100回ぐらい飛べます。すごい。そう、本当にあのうまいね。そのなんか嘘っぽい塩梅が。そう、あんまし言ったことないやつ言ってみた。初めて知った。そう、あの小学校の時とか毎日縄跳び飛んでたので。すごい。そう、本当に20跳び50回しかできないよ。え、結構すごいよ。結構待って待って、50回できたらもう結構やめて、うん、なんかやめて、なんかそんなできないんだけど。え、ちゃんとじゃあカレー何回できる。確かに何回。2回ぐらいで。ああ、連続だったらなるほど。そうそう。じゃあ次、あ、あ、ナーラムさんからハロウィンクマ、ありがとうございます。ありがとうございます。でもカズミンがカレー作れるのは本当なんだね。はい、なので結構疑われてたけど27%っておかしくない。普通にこっちに固まるかと思ったんだけどおかしいからね、普通に。なんかとりあえずカス見えとこみたいなやめてね。よかった、でも作れるんだ。じゃあ次のお題いきますか。お願いします。はい、どれ。これ最近泣いた話。え、最近泣いた見ると、あ、いつ泣いたか覚えてないな。泣いた、難しいな。泣いたっけ最近。最近ね、いや最近ガチで泣いた話言っていいですか。うんやめてまあいいですけど、なんかお手紙企画みたいなのがありまして、うんうんうん、それでいっぱいファンの方から久しぶりにいっぱいお手紙いただいて、それで普通に泣いちゃいました。いい話。これ嘘じゃないじゃん。いやガチなのよ。私ガチの話するね。じゃあ、うん、あのなんか映画、これちょっと言えない映画なんだけど。言えない映画。あんまり公にはできない映画なんですけど、怪しい、あのその映画を見てめっちゃすごい家族愛みたいな、うん、ストーリーなんだけど、うん、私家族愛にめっちゃ弱いのね、うん、だからそれを見て映画で泣きました。あ、本当に最近。私もじゃあガチの話するとガチの話すると、うん、最近あのマーラータンを食べに行ったんですよね。おー、うん、マーラータンが辛すぎて泣きました、うん、え、待って、辛すぎて泣くことある。そう泣くない。辛すぎてもう鼻水も涙も止まらなくなっちゃう。そんな辛い辛いのどこにあるんですか。何辛それ3辛。そう、でも違う、なんか間違えてちょっと辛めのやつを頼んじゃって。そうなんだ。思ったより辛くてちょっとあの号泣ではないけどちょっと泣きました。あ、信じられない。さえちゃんの話は、え、ほんとほんとガチよ。本当に、うん、嘘だよ。嘘だよ。え、なんで。本当だってば。本当だよ。そんな辛くてさ。じゃあ本当っていうさ証拠出してよ。え、じゃあマーラータンの写真見せてあげようか。いや、マーラータンはいつも喋ってるもん。そう、マーラータンの写真が証拠じゃないよ。なんでなんでこんな責められるの。え、だってマーラータンってさ、うん、涙じゃなくて熱くて汗かくならわかるけど涙はいかない。じゃあ私汗かかない人なんですよ。あ、じゃあこっちに出るタイプ。こっちに出る。そう、こっちに出る。マジで汗なんか、うん、もう汗全然顔とかかかなくて、うん、だから涙とか、うん、なんかになります。あ、そう、どっち系。そうなんです。どっち系。それはそれはどっち系なんだ。え、わかるって、ほらわかるって言ってます。え、誰。そう
分かる人いるこれ、うん、そうでも辛いと涙出る。えでも結構これはあれと思う、ね、辛いと涙出る。だって玉ねぎとか切ったら涙出たりする。それはしょうがなくない。でもそれと一緒、それと一 緒辛いの香辛料とかがやっぱ結構入ってるから。あそう、好きなんですけど辛い食べ物は、うん、でも涙は抗えなかったです。なるほどね。じゃあ投票スタートしたいと思います。カスミンですね、これ嘘。カスミン、なんでなんで1番のお手紙でめちゃくちゃ通うのだって私だと思ったら1番で、これで夢見だったら怖くない？ちょっとショックだよね。これで夢見だったら怖い。マーラータンで泣きました。はい、家族愛の映画を見て泣きました。だって言えない映画とかいう時点でなんか本当は見てないみたいな。そんな言っちゃダメじゃないっていう。じゃあ本当は見てないんだよ。今その映画を見たこと自体が作り話、うん、順次言えるけど本当に全然言えるけど、なんかこういうの言っちゃダメみたいな。かすみ怪しい。なんでなんで言っちゃダメとかないよ。え、悪くない？え、ないないない。え、ないの？うん、いや、最初のさ、うん、あれで言われたじゃんねえ、そういうの、何？そういうのずるいよ。でもかすみってさ、盛り癖あるからわかんない。ないよあるもん。あるよ。あるもん。そう、権利的なやつ。そう、権利的なやつ。だってラプンツェルとか言ったじゃん。言っちゃったよ。そっかじゃあ5秒前数えます。せーの、5、4、3、2、1、終了。結果はどうなんだろう。ドンドン。え、3番のかすみん 58.3% 圧倒的だ。 なんでそんなことするの嘘じゃん。で2番目のさえちゃんが 29.6% で、はい、1番の私が 12.1% です。はい、じゃあ答え確認しちゃうよ。せーの、じゃん。ほらかすみんじゃん。ねえ、最初のさ話し出すのちょっとダメだと思う。そうだよ、ファンの皆さん分かってる。ちゃんとよかった。いや、とりあえずかすみんに入れた人多いと思う。違うよ、だってかすみんがさ嘘ついてそうだったから。え、さえちゃんの方が嘘っぽかったよ。マーラータン食べたら涙出るよ。マーラータン涙って何？さえちゃんかと思ったけど、うん、まあかすみかなって絶対さえちゃんだと思った。なんで自分ジョーカーなのにさえちゃんだと思うんだよ自分嘘ついてんの分かってんだろおかしいだろ。面白い。はい、そんな感じでした。はい、次行きますか。以上。悲しい。もっとしたかった。もう一回止まりましたけど、はい、終わりですって。ということで、悲しいですけど、はい、お時間になってしまいましたので、トリックアートトリックオアトリトリックアートってあれだ、なんかあのへこんでそうに見えて、でかく見えるみたいなね。オッケーオッケー。トリックアートリックと間違えた。オッケー。ごめん、普通に間違えましたけど、トリックトリックそんなむずい、そんなむずい。トリックオアトリートでした。はい、ありがとう。嘘つきは誰ね。嘘つきは誰でした。はい、ごめんなさい。そしてとあるアイドルさんからこの動画をアイドルファンさんじゃない、アイドルさん、アイドルさん、アイドルさん、はい、とあるアイドルファンさんからくまフラワースタンドをいただきました。ありがとうございます。素敵なスタンド、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしてね、普段はここで一発チャレンジなんですけど、今週はお休みということで、ここで緊急発表したいと思います。緊急発表、なになになに。はい、なんとなんと、待ってなんか貯めようよ、うん、こうもっと今一番みあの視聴回数多いところだよ一番多いところアーカイブなんだ。そうじゃあ何を、はい、何でしょう、いいでしょうか一発チャレンジ2回目のご褒美企画を行いたいと思います。何だと思いますか皆さんえ、コメント見ようよ、みんな何だと思う、みんな何だと思う、ご褒美企画。前みんなが出したやつから選ばれてるんだよね。私芋掘りって言った気がする芋掘り、でもさつまいも掘り、ね、そう、今旬だからあるかも、ワンチャンあるかもしれない。なんだっけ、富士山とか言ってたかも、あとテーマパークとか言ってたかもしれない、うん、スカイダイビングとかね。ね、あー言ってました ね、はい、じゃあ発表していいでしょうか皆さん。何だと思いますか。あ、たこ焼きパーティーとか
いいでしょうか。はい、なんとご褒美企画はご褒美 BBQ 緊急生配信でーす。バーベキューね。バーベキューです。やったー。はい、ご褒美企画としてバーベキューが決定しました。皆さんありがとうございます。やったー、生配信なんだね。びっくり。いろいろなメンバーのアイデアを組み合わせたそうなんですけども、とても楽しみだね。はいはい、はい、配信は来週月曜日なんです。中です。月曜日10月28日の17時から予定しております。やったー。ぜひ皆さん一緒に楽しみましょう。楽しもう。みんなもバーベキューしよう。ということで今日はバーベキューで何を準備するかを決めるこんな企画を行いたいと思います。はい、はい、バーベキューアイテム決定ゲーム。イエーイ。なんだなんだこれは。はい、テロップでお題が出ますので、そのお題をクリアすることによってバーベキュー当日準備されるアイテムが変わるそうです。え、結構かかってる私たちに。大事だ。ということでお願いします。まことのすけさんからクマバフェがありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。どうしよう、お題お願いします。はい、ドン。結構重要。かぶったらアウト。バーベキューで絶対に食べたい食材は。おーっと、あー、そういうことね。3人でかぶっちゃダメなんだ。簡単ですね。簡単。え、絶対かぶらないようにしようね。オッケーオッケー。絶対かぶる。息揃えようね、みんな。どういう、オッケーオッケー。かぶったものは準備されません。マジ。どうしよう。じゃあ、オッケーオッケー。バーベキューで絶対かぶさないのね。絶対かぶせないよ。うん。え、これ書いたものが出されるとかじゃないですよね。書いたものは可能性が上がります。あ、なるほど、OK です。なんか旬のものとかに準備できないものじゃなければ。はい、OK。 もう絶対かぶりに行かせない。私も OK。 いいよ。結構3人にかかってるからね。 OK、はい、いきますよ。せーの、じゃん。肉。お、焼きそば。トウモロコシ。おー、やったー。この3つは食べれるってことか。そう、よかった。イエーイ。トウモロコシ普通に好きだし、なんかバーベキューでさ、よくさ焼いて食べるのめっちゃ美味しいから。いや、わかる。やりたかったのよ。あと山口ゆいちゃんがバクバク美味しそうにね食べてくれると思うから。うんうんうん、確かにコーンよく食べてる。お願いと思って。よかった。いや、よかった。肉もマジ大事よ。そう、肉は大事。もうないとバーベキューって言わないから。そういうこと。絶対に肉の確率上げようと思って。いや、よかった。肉ゲット。肉ゲット。ちょっと焼きそば。焼きそばいいっていうの。焼きそばやるよね。やるの。うん、バーベキューだよ。締めみたいな感じで焼きそばしますよ。そうなんだ。はい、センスあるって。ありがとう。焼きそば。肉はセンス。肉はさ、もう王道だよね。じゃ、センスないね。焼きそばセンスいい。だって嬉しい。なんか結構褒められてるわ。いいな、私も褒められたい。褒められてくれない。私も褒められたい。いや、トウモロコシも大事。肉もいいよ。よし、肉そんなんじゃん。いや、肉いるやん絶対。じゃあもう一個お題お願いします。はい。あ、そういうこと。オッケーオッケーオッケー。やばいぞこれ。え、これちょっと私あれ言っていい。私あれ行くよ。うちはあれ行くから、絶対あれ行くから邪魔しないでね。え、ちょっと待って。私さ、一番好きだからね。え、だってかぶっちゃう。2人かぶっちゃうよ。ね、かすみん変えて。なんで。なんでかすみんがあれの方がよくない。え、ゆめみは変えようよ。ゆめみは全然知らないもん。いいよ、じゃあ。え、でもさ、私も正直さ、あんま。え、でもバーベキューで食べるかって言われたら、そう、違うかも。いや、バーベいつでも食べれちゃう、このお肉。え、バーベキューで食べるかって言われたら違うけどさ、書いちゃった。とりあえず好きな肉の名前書いてもらう。ダメだって、ダメだって、ダメだって。絶対かぶるよ。かぶったらアウトなんだよ。肉の種類、ね、肉の種類ない。肉の種類ってどういうこと。いや、だけ細かい方がいいんじゃん。細かいってのはどういうこと。 V ってこと。わかんない。 V ですか。 V ではない。はい、OK です。 V ではない。なんでも。あ、OK。 じゃあ V やめるわ。 V じゃないね。あ、パオ。なんだろう。じゃ、なんかもう絶対かぶんねえだろうみたいなやつでいきます。いや、もう待って、それだったらさ、いいよ、もういけた。私はこれはかぶんない。絶対かぶってない。いくよいくよいくよ。
せーの、じゃん。え、うまっ。ソーセージ。牛タン。かぶってない。かぶってないかい。え、ちょっと待って、うま、馬刺しとか。え、いや、バーベキューじゃなくない。え、バーベキューダメ。ダメですか。ダメですか。さすがにちょっと鮮度管理難しすぎる。あ、そうなんだ。鮮度管理がちょっと厳しいようなので。馬ダメっぽい。でも、いや、牛がいいよね、牛。うん、牛がいい、うん、あの、馬刺しは普段あの好きなだけです。私は牛があれば何でもいいです、正直、うん、牛タン、よかった。牛タン確定だね。牛タンって部位じゃない。うん、まあ牛ってことだよね。そうだね、牛があればね、うん、よかった。はい、とあるアイドルファンさん、そして誠之助さんからくまパフェありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、嬉しい、かぶらなかった。肉って大事だからね。最後にお願いします。鉄板があったら美味しい焼きそば作れる。意味が分からない。どういうことどういうこと。これかぶれない、かぶっちゃいけないんですよね。皆さんの感じに。ああ、私は、あ、意味が分かんない。鉄板、自信があるかどうか。じゃあみんなで作れるってこと。腕前がどうかってこと。みんなで作れるって格好。合わせていいの。だってじゃないとさ、作らせてもらえないってことでしょ。もしかしたら自信ない人に作ってもらったことがいいかな。ああ、まあいいや。はい、オッケー。きますよ。いいよ。せーの、じゃん。作れる。まあカレーは私作れますからね。焼きそばも簡単です。カレーはないと思う。カレーより焼きそばの方がむずいと思う。え？火だってさ、焼きそば。いや焼きそば簡単よ。簡単よそんなん。だってあれソース入れるだけやん。いやでも味付けが大事。うん。そうなん？うん。焼きそばね、大事だよね。でも焼きそばって自分で作らなくない？普段作る、ルール作れる。え、普段作る？うん、塩焼きそばとか全然作る。ソース焼きそばとか作れる、うん、素敵。カスミンはちょっと心配。いや、でも頑張るよ。カスミン意外にできちゃう、うん、ね、もう器用だから私、うん、そうだね。はい、いろいろと決まりましたが、獲得アイテムで、獲得アイテムの表示があるんだ。書いたものは準備します。あ、え、うまい以外ね。うまい以外は獲得できるそうです。もうちょっと書いておけばよかった。嬉しい。じゃあ牛タンとソーセージ、焼きそば、トウモロコシ、肉お、やったー。イエーイ、最高だね。え、なんかバーベキューっぽくなってきたね。かわいい。え、芋も食べたい。芋もね、そうだね。マシュマロとかね。マシュマロマシュマロとか食べたいです。はい、準備していただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。そして28日月曜日17時からご褒美配信するので待っててください。待っててください。月曜日なのでね、注意ですね。注意です。はい、はい、次週は秋の〇〇ぴったんこチャレンジが再開です。今日の配信のアーカイブの高評価でクリアに近づきます。新たにご褒美に向けて皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということでね、あっという間のエンディングになってしまいました。早い。もうすぐでこの私たちが来てるチェキのメンバー出演チェキのプレゼントを締め切ります。その前にお知らせあります。はい、お知らせ、やっぱアルバムが発表されているので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、お願いします。じゃあ締め切っちゃいます。いい？上位戦3名の方にプレゼントします。せーの、5、4、3、2、1、終了。おしまいになります。楽しい。はい、ということで今からのランキングをギフティングは明日か反映されませんので、はい、ご了承ください。ではランキングを確認していきますかね。はい、お願いします。少々お待ちください。バーベキュー楽しみね。生配信だしね。緊張、いつも生配信だけどバーベキュー生配信だってちょっと緊張する ね。なんで、え、なんで緊張するの。え、だってなんか焦げちゃったら恥ずかしい。
そこなんだ。確かに確かに、どこでするんだろう、楽しみなんだ。確かに山とかかな。山、山じゃない、1から火起こしてみたいな。そっちから、そこからするんだ。5時からだからね、間に合う。火起こしかないよ。サバイバルじゃん。やらないらしいです。さあ、Thank you。 楽しみですね。はい、じゃあ上位3名の方、お名前をお呼びしていきたいと思います。3位の方、あ、13位か、ごめんなさい。いきます。13位からいきます。せーの、13位、どんぐりっこさん、ありがとうございます。せーの、12位、あいあいさん、ありがとうございます。せーの、11位、としちゃんさん、ありがとうございます。せーの、10位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。せーの、9位、だいすけさん、ありがとうございます。せーの、8位、ケンジさん、ありがとうございます。せーの、7位、ゆきおさん、ありがとうございます。せーの、6位、やきそばさん、ありがとうございます。せーの、5位、大野たかふみさん、ありがとうございます。せーの、4位、まことのすけさん、ありがとうございます。せーの、3位、とあるアイドルファンさん、ありがとうございます。チェキありがとうございます。せーの、2位、ドイツメロンパンさん、ありがとうございます。チェキありがとう。せーの、1位、ナームさん、ありがとうございます。上位3名の皆様にはショールームより連絡がいきますので、はい、答えをお願いします。今日の番組は以上となります。はい、楽しかったです。見ている皆さん、どうでしたか？楽しかった。よかったです。パチパチパチ。はい、はい、ということで次週のメンバーは秋山ゆなちゃん、成田こひなちゃん、八木あつきちゃんです。はい、はい、ここで次週のメンバーにオープニングトークで話したいことを動画に撮っていきたいと思います。どーん、メッセージお送りしちゃいます。何がいいかな。で、来週だよね。うん、でもうバーベキュー終わった後ってことだよね。そうだよね。じゃあバーベキューの感想とか聞く。あ、いいですね。そうしよう。はい、はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。さこいみみです。新井さやです。工藤かすみです。はい、はい、ということでバーベキューが終わった、楽しかったっていう余裕に浸ってると思うんですけど、ね、バーベキューの感想とかいろいろ教えてください。教えて。楽しかったね。今日もみんなかわいい。かわいい。何着てるの、何着てるの。はい、オッケーです。ありがとうございます。はい、そして28日の17時からバーベキューのご褒美配信がありますので、そちらもお楽しみにしておいてください。しておいてください。はい、絶対に配信を見逃さないために右上のハートクリックを押してお気に入り登録してください。お願いします。お願いします。お願いします。それでは以上、 AKB48 18期研究生でした。またね。またね。ありがとうございました。ありがとうございます。